おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、続きやっていきたいと思います。あのさ、前回のパートでパート40だったらしいよ。やばくない？君が死ね、もうそんなにやってるんだね。前回はね、なおちゃんが三島先生の偽物に騙されてると思ってたら、全然騙されてなくて、騙されたふりをしていたと。で、ソウさんと手を組んでいたことがわかり、で、それのパソコンとかチップの解析を今、この秘密の部屋でね、ソウさんがやってくれてるよっていうところで終わったので、早速ね、ソウさんに話しかけるところからやろうと思うんですけど、先にちょっと匂い嗅いでいい？ダメだった。匂い嗅がせてくれなかった。ソウさんは部屋に備え付けられたパソコンをいじっている。何をしてるんですか？ここが秘密の部屋？ここが秘密の部屋ですか？うん。紛れもなくガシューの部屋さ。今、ノエルのチップを使ってセキュリティを無効化してるんだ。本当にできるんですか？うん。このチップはすごいよ。悪用できそうな重要データがたくさん入ってる。まるで、ノエルに全てのデータを引き継ごうとしてたように思えるね。後継者にでもするつもりだったのかな？後継者？息子の代わり、ただのバックアップ、どうでもいいこと。息子の代わり？息子の代わりだったんですかね。まあ、そんなことはどうでもいいや。ハッキングにはまだ時間がかかる。誰かが来ないように下で見張っててくれないかな。なら僕が見張ってるじゃん。キャラ姉ちゃんは陰キャを見張っててくれわ。ソウさんを見張ると言ってもな。ま、他のとこ見ようか。このモニターは何？モニターはパソコンの画面を映している。これは誰？男の肖像画が飾られている。タイトルは就任式だ。はぁ、就任式。この人の髪型見たことないからな。三島先生くらいじゃない？この髪色してたのって。で、もう一回捜査に話しかけるか？やった！やったやった！うまくいったよ、サラさん！ここがセキュリティの深部だ！ソウさん、やりましたね！ハイタッチする。テンション高いですね。ハイタッチしよう。はい！パチンと気持ちのいい音が鳴り響いた。あ、変なノリはやめてよ、サラさん。ピポーン。乗ったくせに。いいじゃん、そういう時もくらいさ。喜んだっていいでしょ、一緒に。ここからが少し難しい作業なんだ。まだ続きが。大丈夫。そこで待ってて。ソウさんはさらに猫背になってパソコンを操作し始めた。なんか、生き生きしてるな。陰キャの見せ所みたいなことしてるな。およ。これは、どうしたんですか？ちょっとした問題が出てね。サラさん、手伝ってもらっていい？え？この部屋に4つのモニターがあるでしょ？どれかに赤いエラー画面が出ると思うんだ。見つけたらすぐ教えて。僕がそれを修正する。わかりました。オッケー。ミニゲームかな？準備ができたら教えてね。オッケー。じゃあセーブしましょう。任しとき！もうね、パソコンのことについて全然詳しくないけど、そういうなんか単純な作業だったら私もなんか手伝えるから。頑張ります。はい。準備はいい？赤いエラー画面が出たらどの画面か教えてほしいんだ。オッケー。はい。任せてください。任しとき。はい。はい。あー、はいはい。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 なんかめっちゃ左上に出る。はい。はい、はい。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 早いね。早いよ。早いよ。めっちゃ出る。おおお。あ、いけた？あ、よかったよかった。やった。できた！できたよ、サラ！成功したんですか？もちろんさ。見た目にはわからないと思うけど、とんでもないことになってるよ。喜ぶのは先に取っておこう。行くよ、サラ。喜ぶのは先に取っておこう。行くよ、サラ。ちょっと、行くってどこへ？とにかくついていくしかない。そうだね。
じゃあパソコンの画面を見ても特に何の変化も感じられない。これで本当にこれでハッキングが、これ何だったんだ、これは調べられないと。じゃあモニタールーム行こう。こっちだよ、二人とも。置いていくな、ワインか。もう置いていくわけないよ。ほら、早く。どこ行くの？ザザ、ザザザ、ザザ、ザザ、どうした？おお！全員の人工知能が。なんだ、これは。いやあ、みんなが映ってるわ。カンナは、あれ、皆さん、どうしたんですか？ああ、退屈ぜよ。なんか話さねえかじゃ。ふん、ずいぶん賑やかだな。へえ、いや、これ絶対ソウさんの、ソウさんの人工知能なんだろうなって思うんだけど。なんで壊したんだろうね。多分ソウさんが壊したのはマジ、明白なんだよな。あの場にいなかったのソウさんだけだし。なんか、壊したい理由があったんだろうな。ん？待ってよ、今、え？あ、いや、違うかな、どうなんだろう。あのさ、日よりソウを殺したって言ってたよね、アリスさん。ちょっと今、アリスさんを見て思い出したんだけど。なんか、俺が殺したやつの名前は日よりソウだって言ってたけど、こいつも日よりソウじゃん。で、偽名かみたいな話をしてたじゃん。偽名だから、本当の名前がバレないように壊したんじゃないの、これ。そういうことじゃね？なんか今すげーしっくりきてんだけど、どうなんだろう、違うかな。面白いね。人工知能の制御も壊れちゃったみたいだ。やっぱり、ハッキングは大成功さ。これ、放っておくにゃ。お別れが言いたければ急いでよ。ロビーにいるから。あー、じゃあ全員と話せるんだね。とりあえずじゃあセーブ、なんかすげー裏返っちゃった声。セーブして、ちょっとみんなの話聞いていきたいね、これ。ちょっとどうしようかな。一応さ、九太郎さんと、銀くんと、レコさんの人工知能の話は聞いたんだよね。ふん、なんだお前は。アリスさん。どうした？何か用か？レコさんにこれは見せられないな。そうだね。ん？ようさら、どうしたんだ？なんか随分と忙しそうじゃねえか。今会話してる時間は、なんで起こすわ、サラ姉ちゃん。一緒に遊ぶなら付き合ってやるにゃ。すまない。遊んでやる時間はないんだ。サラちゃん。こんにちは。あ、私じゃないか。うん。目にクマができてるぞ。よく寝れてないんじゃないか。モニターの私はすこぶる血色がいいな。まあ、だろうね。健康体の時のサラちゃんを再現してるんだろうから。で、ここはどこじゃぎ？なんか賑やかで楽しいぜよ。飲むか。宴会気分になってる。サラさん、カンナとお話ししませんか？お姉ちゃんにこの間言われたことなんですけど、ごめん、カンナ。今、そんな時間は。あれ、ちょっと待てよ。ってことはさ、あれか、ナオちゃんの人工知能もないか。これ三島先生だもんね。ナオちゃんとジョー君とソウさんの人工知能がないね。あー、そっか。で、ケイジさん。なんだか想像しいね。俺に何かよ、サラ。サラって呼んでくれるんですか？ちょっと、ケイジさん？あれ、なんか雰囲気違うな。いや、そう、ほんと、そうよ。動揺が隠しきれないんですけど、ちょっと待って。刑事さんに呼び捨てにされちゃったよ、ちょっと。ドキドキしちゃうね。じゃあ、ロビー戻ろっか。みんなにご挨拶もできたしね。さて、ロビー。さあ、みんな。バス出口に向かうよ。待てよ。詳しく聞かせてくれって。説明は後。今は時間がないんだ。皆さん、ソウさんを信じましょう。とにかく脱出したい人は階段の方へ来て。ここに残りたいなら、止めはしないけど。
わかったよ。ついていく。長い階段の方が。まあ、あそこがね、一応脱出口ではあるからね、一人で九太郎さんが脱出した場所だからね、あそこね。じゃあ行こうか。みんな来たね。こっちに脱出の出口があるんですか？そんなに疑うなら、怪しいところを調べてみてよ。まあ、ここしかないっしょね。怪しい自動販売機が階段の先に設置されている。あ、この自販機、開く。おお、開いた。自販機の奥に通路が現れた。正解だよ、サラさん。マップデータを見る限り、この先をまっすぐ進めば出口さ。僕たちを阻む扉は、この自動販売機と最後の出口の扉の2枚だけ。そして、その2枚とも完全に同じセキュリティを使っている。それじゃあ、開かない理由がないのさ。行きましょう。フロアマスターに邪魔される前に。行くしかないね。移動。ま、他のところによそ見してる時間はないよね。行くか。大きな通路がある。この先に希望があるかもしれない。心の準備しよう。一応セーブさせてもらおう。いやー、このメインゲームで流れる時の BGM と一緒っていうのがね、なんかすごいエモいね。じゃあ行きましょう。はい、通路へ進もう。あとはこの希望をつかみ取るだけだ。通路の奥には階段がずっと続いていた。急いで慎重に一歩一歩進んでいく。みんなしっかりついてきて。ソウさんとカンナが先頭を歩く。途中、脇に扉があることに気づいた。それもある程度の間隔を空けて何枚も。他のフロアに繋がってるんでしょうか？おそらくここは生き残った者だけが歩める勝利の階段。いつデスゲームが決着してもいいように。最後はこの階段に繋がるよう設計されてるんだろうね。こうなると嫌でも期待しちゃうね。出口ってやつを。さ。出口。ソウさんが言うように、本当に出口があるなら、助かるのか。この、デスゲームから。ねえ。サラ姉ちゃん。どうした銀。帰っても、僕とまた会ってくれるにゃ？もちろんだよ。当たり前じゃないか。本当？よかったにゃい。でも、きっと思い出してしまいますね。全部。忘れたいわ。忘れられるわけないじゃん。銀。いや。泣くな、銀。奪われたものや植え付けられた絶望、元に戻らないものは多いけど。私たちは、取り戻す。平穏や、日常、本当の勝利を。サラ姉ちゃん。きっと、一人じゃ無理だ。私も、自分の弱さを知ってるから。だから、みんなで取り戻そう。ああ。そうですね。このつながりは切り離せそうにはないからね。絆は、さ。皆さん、日常が戻ったら、まず何をしますか？考えていなかった。ここを出たら、私は何をしたい？私は、あの絵を完成させたい。僕は家でゲームしたいにゃ。サラ姉ちゃんも来るわ。
まずはこう、まずはこう、ギャンとライブしてな。メンバー待ちぼうけだしさ。あの、見に行ってもいいですか？僕も僕も。当たり前だろ。すげえの見せてやるよ、銀、カンナ。ずるいです。それは私も見に行きたいです。どうすっかな。あ、なんで急に意地悪なこと言うんですか？やりたいことか。いや、おまわりさんはないわ。やりがいを探しましょう。健康に気をつけてみるとか、欲望を満たすべき。やりがいを探しましょう。なら、まずはやりがいを探してみるとか。そうだね。生きる意味、考えてみようかな。私でよければ、お手伝いくらいしますよ。ああ、言葉通りの意味ね。ありがとう、サラちゃん。あ、今、あれか？無意識に口説いた？サラちゃん、刑事さんのこと。ああ、いや、やっぱりここ、やっぱね、ウェディングしてほしいですね。ん？何か見える。え？出口か？いや、いいな、でも希望を持って、前に進もうとしてるみんなを久しぶりに見れて、私はちょっと嬉しいな。ちょっと2章はね、みんな救われることなく、なんか絶望の真っ只中って感じだったからさ。いや、こうやってみんながちょっと、外に出たら何をしたいっていう風に語れるぐらいまでになって、私は嬉しいよ。ここは、和室？どこここ？出口じゃないじゃん？え、普通になんか、旅館みたいだね。フロアマップによれば、確かここは、勝者の間、だよ。勝者の間？はあ。勝った人よ、ここでくつろぎたまえってこと？勝者の間。調べてみようか、じゃあ。その前に一応ね、セーブしますけど、このファイル50は、ちょっとこれ、いつでもさ、みんなの希望を聞けるように、残しておきたいね。消えないでほしいね、セーブデータ。調べるところあるのかな？あんまなんか、めぼしいものなさそうに見えるけど。二つの座椅子が向かい合って置いてある。真っ白な障子で窓の先は見えない。廊下の先が続いている。この先が出口だよ、サラさん。いよいよ。ちょっと待って、他を見よう。小さな棚のようなものがある。あー、綺麗な長い机だ。あ、これぐらいか？なるほど。じゃあ行くしかないかな。出口へ向かおう。行きましょう。うん。このままメインゲームなんて始まらなければいいんだ。そのまま帰宅しよう。私たちは廊下の先へ進んだ。嫌でも胸の鼓動が高鳴っていく。希望、未来、日常、すべてがその先にあると信じて。え？待っていたのは、一面の岩壁だった。これ、って、なんだよ、これ。出口、これが、一面に岩、まるで、土砂崩れの跡のような。バカな、だって、これじゃ、出口が、塞がってるじゃないか！セキュリティは、確かに無効化した。でも、扉がなければ、意味がない。希望は、なかった。そんな、くそ。話がちげえよ、こんなのよ。僕たち、帰れないじゃん。
嘘ではありません。どっちだ、ハンナキーかガシューか、どっちだ。ガシューや、カニヒゲジジイ。これが皆様の追い求めた真実です。外部から爆破し物理的な蓋をいたしました。デスゲームが始まるよりももっと前に。あ、ってことは2章前編の九太郎さんも結局出られなかったってことなの。てめえガシュ、やめろレコ、殺せ、てめえだけは。その行為に意味などないのです。な、どういうことだよ、首の、それ、え？え？私どもも、囚われの身ということです。フロアマスターも、ルールを破ったら、死ぬってことなの？すべてが終わるまでは、運命共同体なのですよ。首は、フロアマスターも同じように。何なんだよ。何なんだよ！てめえら一体！うん。さあ皆様、夢を見るのはおしまいにしましょう。勝つのです。勝者にこそ道は開かれる。残り時間あとわずか。メインゲームまでの最後のひとときをお過ごしください。終わった。すべて、終わったんだ。残ったのは、このカードだけ。そっか。そうだよな。希望を持って、砕かれて、何度繰り返す。サラ、現実と向かい合う時間だぜ。いつだって選択は一つだ。お前はどっちを選ぶんだ。みんなに託して死を受け入れる。みんなを騙してでも生き延びる。これ、私に選択を迫るのひどいよ。サラちゃんはさ、こうやっぱりみんなで一緒に脱出っていう希望が叶わなかった場合、まあ、一章の時もさ、結構絶望に追いやられてたりした時もあったけど、その時もさ、自分が生き延びるためなら、まあ、誰かを犠牲にしてでも生き延びたいみたいなね、心がちょっと見え隠れしてた時があったのよ。だから誰しも人間って、やっぱ、生きたいと思う希望がある限りは、死にたくないって思うものなんだよなって。だから、サラちゃんに関して、それが、ひどいことだとは思わない。のよ。でも、誰かを犠牲にしてでも、自分が生き延びるしかないって、サラちゃん自身が本当にそう、心からそう、サラちゃん自身がそう心から思って、後悔せずに生きられるかって言われたら絶対そんなことはないのよね。どっちが、サラちゃんにとって、正しい選択なんだろうね。死を受け入れるっていうのは逃げになっちゃうのかな。ここまで精一杯頑張ったからっていう、ちょっと諦めるのはね、良くないんだろうけどな。まあ諦めるのも違うとは思うんだけど、みんなを騙してでも生き延びたら、多分サラちゃんはそれこそジョー君の幻影を見てるみたいにみんなの幻影に囚われて、生きてるのか生きてないのか分かんない状態になっちゃうと思うんだよね。ちょっと私受け入れる方にしてみてもいいですか？やってみます。それがお前の選択か。頑張れよ。
気づけば、みんなそれぞれ別行動を始めていた。最後の猶予を、有意義に使うために。うわ、重たい BGM 流れてるわ。一応セーブはしますけどね。サラちゃん。とりあえずみんなから話を聞いてみようか。九太郎さんは気を失ったままだ。刑事さんは岩を撤去している。刑事さん、諦めきれなくてね。無駄かもしれないけど、あがいてみるよ。刑事さん、一緒にやろうよ。わずかな隙間でもいい。空いててくれないかね。とても人間の腕力でどうにかなる次元とは思えない。辛い。非常口の看板が落ちている。岩の下に扉があるのは確かだ。勝者の間、戻ってみる？そうさん、ここにも電話ボックス置かれてる。もしもしボックスが置いてある。メダルを持っていれば、私も使えたのに。そうさんは無我夢中でパソコンをいじり続けている。まだ、諦めてない。声をかけよう。そう、さん。私たちを、助けてください。無意識に、言葉が出てしまった。もう、自分の力ではできることがない。唯一何かできるなら、それはソウさんだけだ。時間が足りない。ノエルのチップは僕の手にあるんだ。あと1時間でもあれば。ソウさん、もう役職カードのデータをハッキングするしか。え、そんなこともできるの？ソウさん本当に？どうしたらいいんだ、サラちゃんは。階段に戻ってみようか。ナオさん。全部、終わりですね。ナオ。もう、動く力がありません。こんなことなら、希望なんて痛くなかった。今の私には、かける言葉が見つからない。レコさんは何も言わずナオさんを見つめている。あれ、サラ姉ちゃん、あたりを見回ってきたにゃ。銀、何か見つけたか？何のために？何か見つけたか？何か見つけたか？出口とかはどこにも。でも階段の途中にスマートフォンが落ちてたにゃ。え？私たちが来るときは、そんなもの落ちてなかったけど。中身は一体何が？あれ？交換？いやあ、この音って。
役職カードの交換？え、誰が何と？待て、身代わりは私が持ってるんだぞ。一体この交換は何だ？え？平民？あれ？何が起きた？なんで私の身代わりが平民に？サラ姉ちゃん？銀、どうした？今、怖い顔で笑ってたにゃん。ごめん。なんでもないんだ。それより銀、見つけたスマホは？いやーい。銀。首に激痛。あ、首輪からなんか出た？そう感じた瞬間、私の意識は途切れた。メインゲームが始まるか。え？何？ダメ！しっかりしてください！僕は。おい、どうにか助けてやれねえぜよ！この出血では、どうすることも。いや！ダメ！返事して！お願い！なんで？え？繰り返してるのか、デスゲームを。サラちゃんたちは、一体これは何回目のデスゲームなんだ？あの手記も、サラちゃんのことだったんじゃないか。あれは何回目だ？ソウさんは、え？わからない。何？どういうこと？今、何か夢を。ここは、メインゲーム会場の控え室だね。画面にはガシューの姿が映っている。皆様、ご機嫌いかがでしょうか？この度は、再びメインゲームへ参加していただき、誠にありがとうございます。詳しい説明は省きますが、今回は一点だけ注意を。電子パッドを紛失したものがおるようです。指紋認証機能がついているため、他者は悪用できませんが、自分の役職を確認できないのは不利なため、予備の電子パッドを机に置いておきました。該当者は、ぜひともお使いください。まあ、九太郎さんのやつだろうな。あ、ていうかさ、今更なんだけどさ、蒼さんハッキングしようとしてたからさ、メインゲームの不正って、その不正した人って死、ペナルティーで死ぬんじゃなかったっけ？やばくない？それ、蒼さん死んじゃうよ。注意は以上です。ルール説明に進む方は画面をタッチしてください。始まる。二度目のメインゲームが。え、ハッキングしてないよな。してたら、え、ちょっと待てよ。でも最後のその、サラちゃんの平民は、一体誰と交換されたんだ？それとも身代わりを平民にハッキングしたのか？どうなんだ？豪勢な料理が並んでいる。じゃあちょっとセーブして、次回説明聞いていこうかな？次回、その説明聞いてメインゲームに挑んでいこうと思うので、ちょっと短いかもしれないですけど、今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いやー、せっかく希望が見えたと思ったのに、またどん底に突き落とされちゃって、もうクソデカため息しか出ません。もう、みんなが笑っててほしいだけなんだよ、私は。みんな笑って脱出してほしい。全員生き返ってくれ、頼むから。
ってことで、また次回。おつぴよでーす。